10月14日から16日にかけて、川崎市役所本庁舎のさよならイベントが行われました。川崎市役所本庁舎は昭和13年に建設され、以来川崎市のシンボル的な庁舎として親しまれてきました。この度、耐震性の問題や分散している市役所業務の集約化といったことから、本庁舎を建て替えることとなりました。さよならイベントでは、本庁舎のいくつかの部屋を公開するとともに、さまざまなイベントが開かれました。こちらは本庁舎見学ツアー。現在も残る創建当時の技術や建物の変遷、見どころなどが次々に紹介されていきました。また普段入ることができない時計塔のツアーも行われました。他にもトークイベントや国際的に活躍されているピアニスト小川典子さんによるコンサートなどが開かれました。1階の廊下では壁一面をキャンバスに落書きアートが催され、本庁舎への感謝や思い出が描かれるなど、3日間を通じて本庁舎との別れを惜しむ多くの方が訪れました。